アフリカ民族会議は南アフリカ共和国の政党、ブラックナショナリズムの団体である。議長はシリル・ラマポーザ。アパルトヘイトの機関は、国中のネルソン・マンデラをシンボルに白人政権に対して果敢な闘争を繰り広げた。黒人の参加による民主的な全人種参加選挙による国会が招集された1994年5月以降、同国の与党である。 ただしこの選挙で、同党は黒人票の90%を獲得したと推定され、圧倒的な強さを見せたが、単独で憲法を制定できるに、3には届かなかった。しかし大統領に選出されたマンデラは、民族和解、協調を呼びかけ、アパルトヘイト体制下での白人、黒人との対立や格差の是正、黒人各部族間の対立の解消、 経済制裁による経済不況からの回復に努めた。なお同党は組織内に南アフリカ共産党を含むにもかかわらず、中道左派、社会民主主義政党の国際組織である社会主義インターナショナルに加盟している。また、同党の党名はインド国民会議に反をとっている。1921年に南アフリカ政府の原住民と地方に反対する。 とパル層を中心とした黒人解放運動組織、南アフリカ先住民民族会議として出発し、1923年に現名称に改められた。マハト・マガンディの影響を受けて、非暴力主義に立ち、反アパルト・ヘイトや黒人の人権擁護の中心的な団体として消極的な抵抗運動を行う。1948年、アパルト・ヘイト政策の強化に向かった。 国民党に対して武力闘争の路線へシフト。シャープビル虐殺事件以降は、非合法化され、拠点を海外に移し、反人種運動を行った。1969年に武力闘争を戦し、1970年代より都市部におけるゲリラ戦も展開する。ありがとうございます。